中国の省の一つで大部分を中華人民共和国が統治し、一部の当初を中華民国が福建省として統治している。省とは福州市、福建省は略省をと称する。中国大陸南東に位置し、北は石膏省南西は関東省西は江西省と隣接している。また、台湾海峡を挟み、 台湾と接している。省内に V 山脈と大雲山脈があり、V 山脈が高生省との境となっている。多くを山間地が占めるが、3 7 5 1 5トルに及ぶ入り組んだ海岸線を持つなど、省内の地域差が大きい。総大に福州、県州、泉州、昌州、帝州,州,州、南賢州の六州と勝部郡。 強化軍の二軍に分かれていたことから、八とも称される。気候は、地域差もあるが、全般に温暖で、四季春の五年とも言われる。福建省は、中国国内でも地域による、方言差の激しい地域である。主に、福建省で使用される、五は中国語の七大方言の一つで、さらに、敏南語、敏北語、東語、戦語、中語、語などに分かれ、 異なる区分の方言同士では会話が困難である。ビンサイとも呼ばれる西の内陸部には八カ語を話す人々も多い。他に南平市には北方話の言語島があり、補助県の一部ではクレ語が使われている。東語とビン南語はテレビラジオの放送でも使用されている。古代、神の領域であり、戦国時代に諏訪絵に滅ぼされた。 腰王族がに逃げ込んだため、腰と呼ばれるようになった。紀元前221年、旗に征服されて、中軍が設置されたが、新末の動乱期に腰国として独立した。東野に遠置き、92年間にわたって、漢に抵抗したが、武帝に滅ぼされた。飛観族はその後も長く、勢力を保ったが、福建東部と福建西北部において、 漢族の開拓が進み、東大半ばまでには、両地域が結びついた。福建の勘化を決定づけたのは、東大後期に、地の利から、沿岸地域を舞台に、国内、海外貿易が、盛んになり、加えて、中原の戦乱を避けて様々な階層の人間が、この地に移住してきた。909年、王新地によって建てられたの下で、福建の開発が進められた。 945年は南東に併合された。北総では、先州に貿易館長である四白市が設置され、主記を、はじめ多くの文人、官僚を排出するようになるなど、わずか300年余りで未開地の典型であった福建は、先進地域の仲間入りを果たした。だが、福建は、産地が海に迫り、高地が少ないので、 人口密度が過剰状態となり、海上貿易が盛んであったこともあり、福建の開発が一段落すると、さらなる飛躍を求めて海外に移住する者が後を絶たなかった。現在の台湾の本省人や、東南アジア華境の多くは、福建からの移住者の子孫である。大部分は、敏南地方の泉州、昌州、アモイからの移民で、シンガポールマレーシアなどには、 中地方の保田や東地方の福州などからの移民もいる。海流の関係で日本に近く近世には和光と結託して密貿易を行う福建人が多かった。近年日本に渡った在住家境の多くは東の福生や福州を中心とした福建出身であり、また邪党による日本密港も福建を出発地とすることが多い。 アメリカ合衆国への移民も近年急増している。中華人民共和国支配地域に旧地旧市が設置されている。2009年の少子区別 GDP で福建省は全国第10位である。泉州市は福建省の経済中心地である。軽工業、電子、食品、木工を中心とした工業生産が多い。大陸部には南部を中心に、 台湾からの直接投資が多く在住する台湾人も多い。2017年には福建省に来た台湾出身者は延べ300万人を超えている。経済的には海峡を挟んだ統合が進んでいる。ウーロン茶の生産地として広く知られ、特にブイヤマ市で生産されるブイワ茶は世界的著名である。また古くから ラプサンスーチョン紅茶の輸出も続いている。他の天然資源では、加工岩などの石材や、その加工品、スマツから採取するジ人の産地として知られる。先週市付近には、紙製の衛生用品の大手メーカーや靴メーカーが集まっている。上、左から順に、V3、補電、スシマのマソ像、復讐三宝七地たの大門と防火壁。 アモイの鼓楼所の洋風建築、泉州城古成城寺、復土楼のぶり聖楼。復建省には、福州、泉州、昌州、アモイ、朝廷の国家歴史文化名城があり、世界遺産として、文化遺産の復権鶴鼓楼所、泉州の文化財と複合遺産の部位山がある。復権省の伝統的地方劇には、劇、儀演技、高校劇、劇、 戦技木偶儀、歓劇など、24種がある。主に次の系統に分かれるとされる。福建、小ことバンクコラム日本と多くの共通点を持つ、福建省、出身者にとって日本は住みやすい場所に違いない。ありがとうございます。